ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に。猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い、助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。また戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。では乱が起きる前に映っていたのだな、大綱に。あのことを話したのか。大綱に用があってね、手を借りた。一と会えたの。後で話してあげる。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。俺も故郷に戻る時に思い患った。だが行ってよかったと思う。敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために、見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱには槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。
を始めてみましょう。やるんですね。走れるな。ついていくんだ。三月前昔ここでトンボを取った。だよね。で、戦わせた。片方が槍川の侍。もう片方は…地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ。直ちに。
宇治間さん、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家はおじ上が追放したはず。影じゃ未だに槍川が収まってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンマルメンズ、槍川の民よ、我が名はテモゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない。やすやすとは降伏しないさ。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。俺はためらうことなく自害を選ぼう。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。本田のおなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。まことの戦いを見せてやるか。
次はあの土を持ってた。あんたが使わせ。てもらってたやつ覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。狐に会えるかな。さあうちの道具を見ていってください。また頼むぞ。覚えてる。忘れるわけない。森尾様だろ。あの後杉寺の たまには休んでくださいね。クロードだって。侍の怨霊の。鎧を仕立て直しましょうか。あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。日和です。Come on, come on, son! Got it!
し。菰田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。
音がした。逃げなくていい。
口ばっかり。足の指が6本もあったじいさん。言うな、タカも呼んだのか。この辺りに住んでた。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。猛虎が死んでる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃん。タカ！死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ゴザがある。ここに泊まったか。クマには食われてなさそう。クマが兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだが近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの、あえなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまでおったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。
猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。まだ分からんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも？ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安も分かる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。十分近いですよね。情け無用！酒井殿、よくやった、大黒。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろ。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。
坂井殿。坂井様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手向けをなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。もっと精を出せ。死にたくはないであろう。眠ってしまいたい。坂井殿、町の守りは進んでおるようです。お主の働き大黒から聞いた。礼を言う。おじぎみへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。来ておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。剣士のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手立て。
変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。酒井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め館に入れ。みんな館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。追いかけよう。槍川を守れ。が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。まずは敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。
ろう。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。町に戻るにも難儀しそうだ。Here, you, to your...
館のそばにおるぞ。やり方を焼き尽くす。己の血で畑を潤せ。やり方を天내게멋있어首で恩賞をいただく。
我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーズゾンプ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。黙れ手向け。これが得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーストブサック。ゴーストバイタギュンバイ。Kostus da meg ham kamash!姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。
あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って、もうこの好きにさせる機会。たとえ侍でなくとも、お主らは戦える。我らで遺跡を打ち払い、故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろで。槍川も加わる。だが叔父上の城を取り戻すにはまだ足りぬ。Thank you.